こんにちは、アミチクラボのユミです。チューブクロッシェの、作り方の続きの動画を撮ってみました。無事に完成しました。チューブクロッシェを、編んできた筒状のものを編み始め側とつなげてこういうブレスレットにするところなんですけど、これが結構難しくってですね、苦戦しながら動画を撮りました。初めてやる方はどういうところでつまずくのかっていうのがなんとなく見て想像できるんじゃないかなと思うところもあるので、後編としてアップすることにしました。今回のこの最初と最後をつなげるところなんですけど、YouTube でですね、本当に素晴らしい動画を作っていらっしゃる方がいて、私もその方の動画を参考にして、やってみましたので、でその動画の方は概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひ細かな手順の、確認などしていただけたらなと思います。であと使っている道具についても概要欄の方に、紹介とリンク載せてますので、そちらをご参照ください。あと全部のまとめをブログの方で、まとめておこうと思っています。それでは、後編の動画をお付き合いいただけたら嬉しいです。前回編み始めたチューブクロッシェを無事に全部、ビーズを使い切るまで編みました。でおそらくなんとか腕に入るぐらいかなっていうサイズになったので、これで編み上がりです。そしたらここからこの編み始め側と編み終わり側をつなげる工程ですね。つなげてこういう、どこがつなぎ目かわからなくなるようなつなぎ方をしようと思っています。ただこれは、私は今まで多分7個か8個か10個かわかんないけど、結構何個か作ったんですけど、4、5回失敗している記憶があるので、なんか結構難しかったんですよね。とりあえずやってみようと思います。そしたら最後まで編んできたところで30センチぐらい残して糸をカットします。で引き抜きます。で、こっちが編んできた方で、こっちが編み始め側ですね。そしたら糸処理をしていこうと思います。で、針を使って処理するんですが、とじ針だとちょっとね、太くてビーズの間を通すのが難しいので、普通の針使っちゃってます。私はよいしょ、糸通しがないとちょっとね難しいか。よし、そしたらまずは編み始め側の糸端を処理しようと思います。まずこの中に入れて適当なところから出したい。少し進んだところから出す。でこの時に、ビーズの中を通らないように気をつけながら出すと、出せるところを探します。よいしょ、これでいいかな。ここでいいか。えい、当てた。こんな感じですね。よし、ふう、ちょっと硬くて出せないので、よいしょ、えい、あ、できた。はい、はい、糸を出して、そしたら、近くの糸をすくうように一回針を通して、よいしょ、あ、違うよ、ここであれでした、玉止めするんだった。あんまりね、何重にも巻いたら多分ここだけボコって出ちゃうから気をつけて、でまたこの糸を中を通して少し先に出さないといけないですね。
個だったら出るかな。あ、出た出た。こうですかね。よし。で、これを2、3回繰り返してから、ギリギリで糸を切れば OK ということです。で、ギュッて引っ張ってあげると、さっき玉止めしたところは、この編み地の中に入ってわからなくなります。もう一回やってみよう。糸の出てるところのすぐ近くの糸に針を入れて、糸をかけて玉止めにする。よいしょ。ギュギュ。はい。玉止めにして、そして、この根元のあたりから、針を入れて、少し先に出す。よし。で、ここに、玉結び、玉止めしたところが出ちゃっているので、これをグッと引っ張る。よいしょ。これで見えなくなります。OK かな。はい。そしたらこれで、編み始め側は糸を切って糸処理完了です。で、次、ここからが難しい。今度は最後まで編んできた方の糸端ですね。これを針に通します。そしてこれとこれをくっつけなきゃいけないんですね。編み終わり側と、最後の編み終わりのところと編み始め側をくっつけなきゃいけない。で、これを見てみると、ここからですね、一番最初、一番出っ張ってるところが編み始め側だから、ここですね、この編み始めをくっつけなきゃいけないので、まず編み始めの、こっち側は全部ビーズが縦に向いてるので、上の糸をすくえばいいんだな。この上の糸を拾います。そうですね、ここをまず拾う。あ、絡んじゃった。拾います。そしたら、この編み終わり側のこれが最後の目で、1、2、3、4、5、6個目のここですよね、多分。ここだ。ここの左側の糸を取るんだっけ。今度は外から見るから、このビーズのここですね、こっち側の糸を拾う。ここです。ここだ。ここを拾って糸を引っ張る。ぎゅー。これで多分合っているはず。そしたら次はこの隣のビーズ、これの上の糸を拾って、よいしょ、上の糸を拾って、このビーズのこっち側ですね、この糸を拾う。こうかな。大丈夫か。どうもなんか何本か拾っちゃってる気がして怖いんですよね。拾いたいのはこれのここなんですよね。こうやってやれば分かりやすいかもしれないですね。ここだ。ここ拾う。
でギュッと引き締めて、次の目、隣の目の上側を拾う。で、ちょっとこれをくるっと回してあげるとやりやすいらしいです。そしてこのビーズのこっち側、もうこれでやった方が早いな。こうやって糸を引き出しといてあげた方が分かりやすくていいですね。これを拾うと、これを繰り返しを一周します。綺麗にできるかな。せっかくねここまで編んだから、なんとか綺麗に仕上げたい。次で最後の目かな。よし、できた。これで最後の一つ、この横向いているこれですね。ちょっと物も拾ってしまいそうなので念のため、よいしょ、これを拾うな。で、引っ張ると。あ、よかったよかった。綺麗につながりましたね。OK、OK。できたー。よかったー。はい。そしたらまた糸処理ですね。であるので、意外とねギリギリでもね入るんですよね。このこうやってやるとね、こうちょっとだけこう伸び縮みする感じですかね。そのビヨーンって引っ張って伸びるような感じではないんですけど、意外とこんなの入るのっていうサイズでも入ります。できた。あとこのねターコイズカラーとオフホワイトも買ってあるので、こっちでも作りたいなと思ってます。それでは今回は、チューブクロッシェを編む後編でした。ご意見やご質問などございましたらコメント欄からお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。